教授の池田恵子でございます。今日は静岡大学の大学教授について直接皆様にご紹介できるのを大変嬉しく思います。また今日はですね、研究室長会などを行う教員、それからちょっと今受付の方で頑張ってくれてるんですけど、1年生ですね、4月に入ってから2人の1年生も何名か来ておりますので、この説明が終わった後、どうぞ直接たくさん話をなさって、新しい学部について意識して書いていただければと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。ではまず、最初にですね、グローバル競争科学部で、何が学べるのか、どんな教育を行うのか、卒業するまでの間にどんな力が身につくのか、そして卒業した後はどんな進路が想定されるのか、そういったことについて私の方からお話をさせていただきます。まずですね、グローバル共同科学部、ご存知の通りこの4月に開設されたばかりの新しい学部です。静岡大学で27年ぶりに新しい学部が7つ目の学部として作られました。なぜ静岡大学が新しい学部をこの時代に作ったのか、社会から必要とされたのかということには明確な理由があります。そういったお話をですね、これからさせていただきたいと思います。まず学部の目的についてお話をさせていただくと思います。私たちの学部は社会課題の解決に取り組むことができる人材の育成を目標としています。このような人材を私たちは競争型人材というふうに呼んでいます。つまりグローバル競争科学部は競争型人材の育成を目標として作られたということになります。このような人材が必要とされる背景として、現代の社会課題の特徴があります。私たちが直面している様々な社会課題、その特徴を一言で言うと大変に複雑であるということです。ここでは一つ例を出して考えてみたいんですが、私は災害の社会科学的な研究をしています。防災を例にこの社会課題が複雑であるということを少し考えてみましょう。例えば日本の沿岸地域は地震に伴う大きな津波によって繰り返し大きな被害を受けてきました。津波の被害から逃れるためには、例えば防潮堤を建設すればよいという、そういうような発想があるかもしれません。今東日本大震災の被災地に行かれたことがある方はお分かりかと思いますけれども、このショベルカーの背丈の3倍くらいのですね、巨大な防潮堤がかなりできています。このような防潮堤、巨大な津波に耐えられる高さの高い防潮堤を建設すると、しかしながら海が見えない暮らしが始まる。そうすると、観光業や漁業で生計を立てている地域の経済とは、もしかしたら両立しないという問題が起こってくるかもしれません。また、高い防潮堤によって海と隔てられることで、住み慣れた町の様子が一変して、自然から切り離されて暮らすことに戸惑いを覚える人も出てくる可能性があります。しかし、一方で、介護が必要な人や、それから、高齢者、障害者のような避難行動をするのに問題がある方々にとってみれば、この防潮堤というのは心強い対策であることは間違いないと思います。ある地域の津波対策としてどんな対策が望ましいかということは、自然現象としての津波をただ防ぐことだけを土木工学的な発想で考えたのでは、適切な解決策を導くことは難しいです。地域の経済、人々のライフスタイル、倫理、福祉政策の状況など、多方面から考えなければなりません。この例に限らず、現代の社会課題は、環境やエネルギーをめぐる地球規模の問題から、人口減少や少子高齢化のような地域の問題に至るまで、問題が非常に多様化、複雑化しているということがあります。
ですので、多様化する、複雑化する問題を解決していくためには、多様な知識を総合することが必要になってきます。もちろんですね、私たちの周りには多くの知識や技術があります。日々、新しい技術が生み出されてきています。しかし、一つの専門分野の専門的な知識、専門的な技能のみによっては、複雑な社会課題を適切な方法で解決するということは困難なことが多いです。で、多様な専門知識をつなぎ合わせて活用し、または総合する、総合時ということを言いますが、それによって新たな知識を生み出して問題を解決することが求められています。例えば、私たちが育成を目指す競争型人材と言いましたけれども、これは一体何をする人なんでしょうか。まずですね、その名の通り、競争という行為をします。これは、学部の名前にも、競争っていう言葉が入っているんですけれども、まだまだ社会では馴染みの薄い言葉かもしれません。競争とは何かというと、私たちは、多様な立場の人たちと共に課題解決に取り組んで、総合知を創出することだというふうに考えています。多様な知識を持つ人と、自分とは異なる専門分野の知識を持つ人と協力をして、自分の持っている専門的な知識と他者の知識を結びつけて、時には立場や意見、価値観が異なる人とも一緒に協働して、問題解決に取り組んでいく。そういうようなことが競争だということです。一人の人の頭の中で複数の知識を結び合わせても限界がありますので、いろんな立場の人とつながっていく。そういうことによって課題解決に必要な総合知が生まれてきます。もう一つの要素があるんですが、今日のあらゆる社会課題はグローバルな影響を受けています。ある地域に固有の問題だと思えることでも、グローバルな経済関係や、それから生産と消費を通した関係、または地球環境の問題の中で、そういう大きな枠組みの中で発生しているということが多々あります。また、世界の各地で同じような問題が発生していて、共同して解決に当たる方が根本的な解決になるということも多いでしょう。先ほど災害要請の話を例に出しましたが、気候変動が進む中で、日本と同じように災害対策の見直しを迫られている国は世界にたくさんあります。同じような課題に直面している国というのが多いんですね。で、その経験をお互いに共有し合うことは有効だと思います。また、他国で起きた災害の影響で、多くの製品やエネルギーを輸入に依存している私たち日本人の方は、大きな影響を受けるということは珍しくありません。世界は生産と消費を通してつながっているということですね。逆に、エネルギー消費の量が多い日本人の暮らしが、先進国的な暮らしが、それほどエネルギーを消費していない途上国の人々の温暖化に与える影響、災害が激化してしまうことで、大きな影響を実は私たちのエネルギー消費が他国に与えてしまっている。そういうようなこともあるかもしれません。グローバルな視点で問題を捉えて、そのつながりというものを意識して、世界の人々と連携して解決を模索していく。そのようなことができるというのも、競争型人材の大きな要素だと考えています。競争という言葉を、活動を、グローバルな視点を交えて行うことで、総合知を生み出し、そして、社会課題の解決のために取り組みができる。それが、その競争型人材です。そして、その育成を私たちの学部は目指しているということです。それでは、このような競争型人材にはどんな知識や能力が求められるのでしょうか。私たちは、競争型人材に求められる知識や能力を6つに分類して考えています。この今からご説明する6つが、この学部に入学した学生が卒業までに身につける知識能力ということになります。大学ではこれを学位授与の方針、ディプロマポリシーと呼んでいます。で、まず、その6つのがどういうものかというと、1つ目なんですけれども、
人文社会科学から自然科学に至る広範な基礎知識を備えているということです。多様な専門分野の人と協働する際に最低限必要なのは、自分とは異なる専門分野の人が基本的にどんな発想をするのか、そういうようなことがないと、同じ課題について話し合おうと思っても土台が違って話し合いできないことが起こってきてしまいます。何を言っているのか、せくらいの知識、これを幅広く、理系の人は文系のものも、文系の人は理系のものも理解をしておくことで連携がしやすくなります。次に、専門的知識の社会への活用力です。社会課題の解決を目指す人材が競争型人材ですので、自分の専門的な知識を社会に実際に生かすことができなければ、これは解決のための活動にはつながっていかないということになります。そして、3つ目なんですけれども、多様な、人々と共同できるコミュニケーション力と実践力です。これは時として相入れない価値観の人とも対話をして協力関係を作り上げて課題を乗り越えていく、一緒に考えていく、そういう粘り強いコミュニケーション力と実践力ということになります。このコミュニケーション力の中には、今の時代ですので英語を使いこなしていく力というものも含まれています。そして次に、地球規模の課題と地域社会の課題を結びつけて検討する力。これは先ほどから防災の例でご説明をしていますけれども、社会課題の発生原因や解決方法をグローバルな構造の中で理解をしていかないと根本的な解決にはならないというような、そういうようなことがあります。日本だけの経験ではなく他国の経験からも学ぶという意味も含めて、地球規模の課題として地域社会の課題を理解していくという、そういう検討をしていく力です。そして5番目ですけれども、エビデンスに基づいて客観的に社会課題を分析する力です。これはデータサイエンスなんかの力ですね。客観的に的確に問題を捉えてやった上で解決を検討しないと、解決するんだというその意気込み、熱い心だけではまとめた解決策を考えることは難しいと思います。熱意があることはもちろん大事なんですけれども、熱意だけで課題は解決できないです。客観的に把握をして適切な情報を収集し分析し活用していく力、これが必要になってきます。今の時代はですね、よくフェイクニュースなんていうことを言ったりしますけれども、SNS で正しくない情報が本当に簡単に拡散します。そういったものを見分けていく力ということもできると思います。そして、最後が社会課題の解決策を発想するための創造性です。社会課題の解決を目指す中で、時には本当に新しい方法や、まっさらなところから新しい仕組みを作っていくしかないだろうという局面に当たってしまうこともあると思います。そういうような時に発揮できる創造性という意味です。これらの6つの能力知識が卒業する頃には身についているというのが私たちの教育の目的になってきます。このような知識を身につけていくためには、新しい学びが必要です。今ある大学の普通の学びの中で、こういった能力を身につけることはちょっと大変かもしれません。そこで、私たちの学部の教育の特徴について、説明をしたいと思います。グローバル競争科学部の教育の特徴をまとめますと、社会課題を起点とする学び、そして、幅広い分野の学び、実践型、体験型の学び、これらのことを、描写するために、きめ細やかなサポートを行っていくということ。そして、社会課題を踏まえたコースの設定ということになります。一つ一つですね、見ていきたいと思います。まず、社会課題を起点とする学び、これは、グローバル競争科学部のカリキュラムの最大の特徴だと思います。従来の大学教育とはどういうことになっているかというのを見ていくと、まず各学部が寄って立つ学問領域というのがあります。例えば法学部であれば法律学、理学部であれば物理学とか
数学とかですね、こういったものが学部が寄って立つ学問の基本的な領域です。で、入学すると学生はまずどうするかというと、このそれぞれの専門領域の概論と、その領域特有の分析方法を身につけます。そして3年生になって専門課程に入ってゼミに所属するということになるんですね。もっと領域を狭めた格論を学んでいきます。工学部の例で言うと、最初は、法律の概論を学ぶんですけれども、3年生くらいになると、それぞれの、例えば民法であるとかですね、刑事訴訟法であるとか、国際公法、国際司法、こういった狭い分野の勉強をしていきます。社会課題について学ぶ機会があるのは、多くの場合は専門課程に入ってからなんですね。でそうしますと、複雑で非常にその多様化している現代社会の課題を考察するのに、すでに狭められた学問領域の格論で考察しなさいと。せっかくそれ学んでるんだからそれで勉強考察しなさいと。これは当たり前のことですね。そういうような形になってしまって、結局一面的な考察ということになってしまいがちです。でこの学びの順番を私たちの学部では入れ替えていきます。まず1年生が入ってきて、まず学ぶことは、社会課題を知るということです。社会課題とその解決に取り組んでいる人たちが今現状でどこまで解決できているのか、それをまず知ります。そして問題意識を持った上で、必要な専門領域、自分がこの領域でアプローチしたい、というようなところを中心に勉強をしていきます。そして、自ら社会課題の解決を模索するということを、3年生になって専門の領域に分かれていってから、学んでいくと。そういうような形になっています。3年次以降、3つあるコースのいずれかに進んでいただくわけですけれども、その後、自ら解決、問題の解決を模索していくということになります。幅広い分野の学び。これは多角的に社会課題を捉えていくためには欠かせません。人文社会科学、自然科学、データサイエンス、アート、スポーツ、こういった多様な学びをする授業を行うということは当然なんですけれども、大きな特徴として、専門分野が異なる教員が一つの授業を複数で担当しているということがあります。こういった授業に参加することによって、複数の専門知をつなげて複眼的に課題を見るというのは一体どういうことなのかというのを普通に授業を受けながら身につけていく。そういうような仕組みになっています。グローバル教育学部はですね、この4月にできた時に静岡大学の全ての学部から教員が集まっています。これは私たちの学部の大きなメリットだと思っています。多様な方法から社会課題にアプローチできるように、多彩な専門領域の教員が参画しています。これは、私自身も日々楽しいです。本当であれば、他の学部であれば似たような専門領域の人たちがどんどん多骨を深掘りしていくような印象があるんですけど、全く違った問題の捉え方が素晴らしいんだなっていうことが分かります。本当に視野が広がるなと思っています。この集まってきた教員たちが元所属していた学部は、それで縁が切れてしまうわけではなくて、これからも協力体制を取りながら、いろんな先生たちの協力を得ながら進めていくということになっています。他の学部ではない私たちの学部の強みだと思っています。そして、実験、実践型、体験型の学びです。具体的には、ネイティブ教員による実践的な英語教育、それから、短期長期の海外研修プログラム、フィールドワーク等を通じた多様な人々の共同と、こういう教育プログラムに力を入れています。英語のカリキュラムですけれども、ここも少し特徴があります。多くの学部で、外国語学部とかですね、外国語を専門的に学ぶ学部の話は別ですけれども、そうでない限りは、大体英語は共通教育の中でやることが多いです。で、1年生、2年生で終わってしまいます。私たちの学部では、1年生の後半から3年生の前半まで、毎学期英語の必修科目を割り当てています。3年生の後半になって選択科目が入ります。つまり、1年生、2年生で集中的にやって、3年生以降は英語を使うの機会がないと。こういうことではなくて、早いうちには早いうちの
レベルの英語、専門家庭に入ったら専門家庭に入ったレベルの英語ということで、長期間かけてコミュニケーション力を養っていくということになっています。で、英語はちょっと苦手だっていう人も心配しないでください。クラスはレベル分けされていますので、レベルに合わせた指導が受けられます。そして、今日もですね、この後も来てるかな、今日来てくれますけれども、ネイティブの先生がですね、とてもやっぱり皆さん気さくで楽しい先生たちばっかりです。で、授業以外にも、例えば、英語のハイキングとかですね、英語のパーティーで、気楽に英語を学び続けるような機会も、提供してくれています。年内研修プログラムです。1年生、2年生までの間に、短期、これは2、3週間なんですけれども、語学中心のプログラムに行くと。そして、3年生以降になってから、半年から1年、交換留学などの長期の、海外研修があります。で、必修ではないんですけれども、すべての学生が一度は海外研修に行ってください。これは、オンラインも含めてですけれども、このような、ことを私たちは、進めて、います。研修で用いられる言語は基本的に英語です。行き先はアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、マレーシア、インドネシアですね。そういったような、協定校を中心に、静岡大学がすでに関係を持っているところを中心に、作っています。費用が気になるかなと思うんですが、これはですね、研修先の国の経済状況や、渡航費用によって、結構様々なんです。で、支援の制度があります。全員にというわけにはちょっといかないかもしれないんですが、家計の状況と成績によって、支援を受けられるという制度も、持っています。国内のフィールドワークですね。これも特色ある教育のプログラムの一つなんですけれども、コミュニケーション力、実践力を養うということで、社会的な課題がまさに発生している、大学の近くの、フィールドで、学生たちが、課題に直面している人々と共に課題の解決を一緒に経験していく。で、その場には、農家さんかもしれませんし、企業の専門家、技術者かもしれませんし、専門家も、参加しています。実際に課題を解決するということは、どれほど面白くてどれだけ大変なことなのか、そういう経験を、大学にいる間に、体験することができるということです。で、今、4月から1年生115名がいますけれども、新入生セミナーという授業で、すでに体験的なフィールドワークを、経験しています。1年生の間からフィールドワークというのは、行われています。で、これからどんどんキャンパスの外に出て、フィールドで学生たちは学んでいくと、いうことになります。まあ、このような、経験を通してですね、コミュニケーション力、実践力を養っていくということになります。で、こういうプログラムがしっかりと学生たちが使いこなしていくためにはですね、やはり相当きめ細やかなサポート体制が必要になってきます。学生たちが自分らしい学びとキャリアを実現できるよう、一人一人学びのアドバイザーになる教員がサポートをするということになっています。また、卒業研究も、必要によっては、専門分野が異なる、例えば理系と文系ですね、教員が2人分で指導するという、そういうような体制になっています。ここまでが、学部の教育の特徴になります。あ、もう一つありました。社会課題を踏まえたコース設定です。3年生になったらコースに分かれます。で、そのコースが社会課題ごとに設定されています。で、これがですね、私たちが未来の、社会に、を良くしていくために必要だろうと思う課題をですね、3つの種類に分類分けしています。それに応じてコースが作られています。1つ目が、有効的創造的な共生社会を実現するための課題に取り組む国際地域共生学コース。で、このコースは、例えば貧困や紛争の解消、それから、様々なマイノリティの問題、こういったことをはじめとして、格差や差別を克服して多様性を尊重する社会を実現するような課題に取り組んでいきます。二つ目が、
持続可能な循環型社会を実現するための課題に取り組む生命圏循環共生学コースです。このコースでは、環境やエネルギーの問題、低炭素社会の実現をはじめとした自然と人間が共生する上で克服すべき課題に取り組んでいきます。そして、3つ目が、人間の福祉、幸福の実現のために、の課題に取り組む統合人間科学コースです。少し聞き慣れない言葉ですが、福祉や幸福を最近、ウェルビーイングという言葉で表すこともあります。このコースでは、例えば、健康増進に寄与する街づくりや、人に優しいもののデザイン、それから科学技術と人間の共生、こういったことが関係テーマになってきます。この3つのコースのカリキュラムの特徴と進路の例についてお話をします。国際地域共生学コースのカリキュラムの特徴は、社会学、文化人類学、音楽、建築学、芸術文化などを幅広く学ぶというところにあります。国際社会や地域社会で生じている問題を考察し、共生社会を実現する方法を主体的に検討する力を養っていきます。卒業後の進路の例としては、企業や自治体において、国際連携や国際協力を推進する部署の職員であったり、地域の魅力、地域づくりなんかですね、そういったことの相談を発信に取り組むような、行政職員。それから、地域の福祉教育を支える企業や団体の職員などが、生命圏循環共生学コースのカリキュラムの特徴としては、エネルギー、生物材料、生態系、経済などに関する基礎的な学問を幅広く学んでいきます。地球と人間社会の共生する方策を主体的に検討する思考力を養っていきます。卒業後の進路の例としては、例えば防災対策を研究推進する自治体の職員であったり、企業等において環境に敏感する方針の策定に関わる職員、それから低炭素社会に寄与する技術の開発を進める企業の職員などが、総合人間科学コースのカリキュラムの特徴は、スポーツ科学、心理学、情報科学などを主に学んでいきます。そして、人間の幸福、福祉を実現するための模索を主体的に検討する力を養っていきます。卒業後の進路の例としては、デジタル振興や地域振興を担当する自治体の職員、それから IT 企業で、製品開発に関わる企画職、プロスポーツ団体の職員やスポーツ振興を所管する部署の自治体の職員などが、考えられます。これらの、が3つのコースということになります。ここまでが、教育の特徴になります。で、ここで、取得できる資格について簡単に説明をしたいと思います。私たちの学部では、コーチングアシスタント、それから公認スポーツ指導員資格、自然再生司法、環境再生員初級の資格が取得できるように今、手はずを整えています。コーチングアシスタントは、スポーツ教育をサポートするために必要な資格。それから、公認スポーツ指導員資格は、サポートではなくて、自ら主体的にスポーツ教育をマネジメントできるという内容を証明するための資格になっています。例えば、この部活が地域に委ねられたりとか、健康長寿の街づくりというような、そういった場面がこれからどんどん重要になってきますから、これらの資格が生きてくる場面が増えると思います。また、自然再生司法と環境再生員はいずれも環境の保全や環境の修復といったことに関わる資格です。自治体で公園や緑地の管理に関わる部署や災害からの復旧というようなことに関わる事業では、こういった資格が活かされていくと考えられます。また、一般の企業であっても最近環境配慮をしなくていい企業はほとんどありませんので、いろんな企業で、活用できる資格だと考えます。これらの資格はですね、一定の科目を履修すれば、資格の申請ができるものと、履修した上で、検定試験を受けたり、講習を受けたりしなければならないものがあります。このあたりもですね、学生が混乱しないようにしっかりとサポートをしていきたいと考えております。ここまで、静岡大学グローバル競争科学部のご紹介をさせていただきました。私たちの学部は、
3つの講師に限られた課題だけを学ぶということでもなくて、今の時代に時代の変化とともに、どんどん社会課題は移り変わっていきますので、そういった課題を自分たちがしっかりと見極めて、競争という手法と総合値を生み出すという、そういう手法を用いて、その様々な新しい課題の解決に挑み続けることができる。そういった人材を育成していくことが、目的です。皆さん自身の学びが全く問題関心が違う誰かのヒントになっていく。また、異なる人の学びが皆さん自身のヒントになる。そういう刺激のある学びを提供したいと考えています。ぜひ私たちと一緒に学びましょう。今日はお話を聞いていただきまして、どうもありがとうございました。All right.